いやもうなんでしょうね、この本当にラスボス感が半端ないというか非常に流れるようなこの流線っていうんですか、もう細やかなところまでデザインしてくださっ てすごく私はもう嬉しいです。まさしくこの内浜だらに慣れた気分でございます。同じ役でも、人が変われば違うんだなと思って、いただけると思うので、お昼をご覧になれた方は夜の坊、そして夜をご覧になれた方はお昼の坊と2回ぜひ見てほしいですね。普段歌舞伎をご覧になられている方々も、初めて歌舞伎をご覧になられる方々も、そしてやはり原作ファンの皆様、ナルトファンの皆様でございますね、皆様の、期待を裏切らないナルトになっておると思います。そして私、内浜だら務めさせていただきたいと思います。精一杯務めますので、どうぞよろしくお願いいたします。